こんにちは。あ、どうも。どうも。今日は今日改めてありがとうございます。お越いくださいまして。まあ僕はあの実際に小学校と中学校の国語教科書の編集員もやってますし、うん、まあぜひあのだから今度の新しくできるあの中高一貫校,校で,ですね、生徒向けの授業だけじゃなくて先生方向けのワークショップもねぜひやりたいと思ってます、うん。あ、それ面白いですね。はい、どういったワークショップやるんですか。いやそれ生徒とあんまり変わらないんです。この中高一貫校っていうのは前例ない環境にある子どもたちに前例なき教育を。 あのしなければいけないという思いがあるので、うん、あの僕の立場は表現という仕事なので、うん、さらにそこで学んだ知識とか情報とかをじゃあ次に外側の人に、うんえー、どうすれば。 納得してもらえるかっていうのが私の仕事なんですね。そこも演劇っていうのはすごく力になるんですね。そうですね。あの演劇だけではないんですけど、演劇っていうのはまあそういうことを2500年もやってきたので、まあ一番そういうノウハウを持っているってことですよね。改めてこの応援団という一員として主体的に中からこう関わっていく一人として改めてどんな思いを？大人はね、たくさんいろんな期待と希望があってで。 いろいろプログラムを組んでそれもとても大事なんですけどでも僕一番大事なのは学校って楽しいことだと思っているので演劇は役割分担ができるので僕はあの先生方によく言うのはおとなしい子にあんまり無理に声を出させなくていいですと、おとなしい子はおとなしい子という役をやったら一番うまいんですって はあ、だってししいいい役やればいいでしょ無理に大人が大きい声出させようとするから萎縮しちゃうんですこの役割分担っていうのもこれから福島県にとってはとても大事なことで、うん、演劇を作っていく過程で役割分担とかを学びながら、うん、あのそういう弱者,の視点を弱者に対する視点を持てるような高校生にっていうかね大人に育ってほしいなっていうふうに思いますけど、ねうんまあ、そこが僕ができる一番大事なお手伝いだと思ってますけど 応援団に入っていただいて、これから具体的に一緒になって作り上げて、はい、いけること楽しくなりました。楽しいのが作れるようにういい、はい、ね、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。